お疲れ様でございます。ありがとうございます。早速レースを振り返っていただきましょう。ここはインコーススタート、 V とタンマークの間からのお越しになりました。展示はフライングでしたが本番は16ぐらい。どうですか。ちょっとズレはありますね。届いてない、それとも早い。届いてないですね。届いてないですか。はい、まあ、しかしここはね先に回ることができました、外からね、3号艇あたりも、まあ、食い刺しのハンドルで迫りますけれども、もう2停止ぐらいのリードになりました。さてこのモーターですね、79号機は、まあ、3走なさって、まあ、前節は地元の選手乗られてね、あの船券絡みも多いんですけども、実際今の手応えはどんな仕上がりになってますか。そうですね、ちょっと昨日もらったまま行ったんですけど、ちょっとなんか若干違うのかなと思って、今日思い切ってプロペラ叩いたんですけど、まだそっちの方がまだレースできるかなっていう感じがします。それはあの普段の辻選手ご自身のある意味、プロペラのパターンというか方向性で叩かれたわけですか。そうですね、ちょっとまあなんかあのすごい伸びが欲しそうな感じのペラだったんで、もうちょっと出足欲しいなと思ったんで、若干反応はあるという感じですか。そうですね、なんかあのどうなんかと思ったけど、やっぱり回転上がりましたね。そうですか、乗り心地はどうですか。悪くないですけどね。そうですか、明日以降に向けては後半戦に入りますけれども、あのこの辺が欲しいと何か具体的にあります。それとも全体的な部分なのか。なんかいいとこにはいると思うんで、あとほんのちょっとなんか合わせる作業でいいと思います。そうですか、まあ、中堅上位はあってしっかりとプロペラを合わすことができれば、まずまず9ヶ月使っているモーターですからもう納得するという感じですかね。そうですね、ぜひこの勝ち星ね明日以降につなげていただきたいと思います。明日に向けてそれでは辻さんから一言お願いいたします。応援してください。